皆さん、こんにちは。タゲホー、タイカホー、ウネナムコメさん、サニー・タナピモさん、台湾語講師の近藤彩です。今日は生徒さんから質問を受けた、どっちも行くと、訳されがちな、キャン、歩くと、キー、行くについて、どう違うのかっていうのをご説明したいと思います。では、行ってみましょう。まずですね、この2つ、キャンとキーは全然違う動詞です。キャンは歩く、キーは行くというふうに、訳されます。でも、あれ？じゃあ、行こう行こうっていう時は、キャン、キャンって言う。どうしてそういう時にはキャンなんだろう、キーじゃないんだろうっていう質問が出てくるわけですね。この場合ですね、キーはどういう概念を持つ言葉なのかっていうのを理解すると分かりやすいんじゃないかなと思います。キーというのは日本語の行くとちょっと違ってて、二人とかその話してる人たちから離れるっていうイメージのある動詞なんですね。なのでもし二人で話してて、キーってどっちかが言ったらそれは行けっていう意味になっちゃうんですね。どっかに行けお前みたいな意味になっちゃうんです。でここでじゃあ一緒に行こうっていうことになった時にはやーやーっていう風に歩くっていう動詞を使って一緒に行こうっていう風に表現するんです。でもこの日に来を補足として付けて来日って言えば一緒に行こうっていう意味に変身することができるんですね。この来を付けない場合の日は本当にその場から離れるっていう意味になる。ここをちょっと理解していただけたらいいかなと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。感謝大家收看。再会。はい、バイケン。ウネナムコメさん。バイバーイ。